こんにちは、Aちゃんスポーツ、Aちゃんです。で今日は Aちゃんの周りに、まあ、3方いるんですけど、はい、現地の団体戦で優勝した、まあ、メンバー団体優勝メンバーがいるんで、はい、まあ、ちょっと勝負をしたいなということで。そうだね、まあ、普通にやっても無理っていうことはちょっと見えてるので、はい、そうそう、まあ、ちょっとハンデをつけて片手縛っちゃいましょう。片手縛りで、はい、どういうことか分かんない。一旦ちょっとじゃあ吉田くんにちょっとその肩腕結んでるやつを見せて、それで行くんだっていうことを一旦視聴者に見せましょう。で今ちょっと結んでもらったんですけど、まあ、こんな感じで、はい、こんな感じです、はい、片腕を縛ってどう頑張っても使えないようにして。そうですね、まあ、言うても全国取ってる1位のメンバー。そうですね、はい、順番はじゃあどうしますか。まあ、吉田君からで水道君で岡本君、まあちょっとじゃあ参加でちょっとまあ簡単な意気込みじゃないですけど、ちょっと吉田君からお願いします。まあ初めての体験なんで、まあどうなるか分かんないですけど、出るように頑張ります。じゃあ水道君、初めて片腕縛られてやるんですけど、多分技かけれないと思うんで、ガツガツ前に出ていきたいと思います。岡本君、片手で初めてで、まあ、技かければ分かんないんですけど、まあ投げます。じゃあ試合に行きましょう。はいはい、お願いします。いきます。なんかさ、できるだろう、なんかさ、マジか、マジか、もしもいいか、怪我だけないように。Thank you.
今ちょっと戦いも終わったんですけど、はい、やってみてどうでした？まず A ちゃんから、普通にやったら多分歯は立たないと思うんですけど、まあ、ちょこっと戦えてたかなっていう部分もあったんですけど、でもいや普段だと勝てないんだけど、はい、片手がない分、はい、特に水道くんとか岡本くんの時は振っては見たけどスタミナが持ちませんでした。あ、スタミナ、はい、振り切れなかったし、でもやっぱすごかったですね、3人とも。そうですね、しっかりと全国メンバーなんで、さすがですね。次またちょっと違うハンデを。そうですね、次はもうパラリンピックで目隠しで、次目隠しで、はい、行きましょうか。ちょっとやりたい、他のメンバーもいるんで、そこも含めながら。そうですね、ちょっとやった感想を、まあ、吉田くんから。吉田くん、はい、はい、お願いします。まあ初めての体験で全然技かけれなくて、まあ自分が思うようにいかなかったんですけど、最後勝ててよかったです。水道くん、自分も技は全然かけれなかったんですけど、A ちゃんが技かけてくれて、それ返してよかったです。じゃあ岡本くん。はい、まあ、最後の最後で、まあ、投げれたんですけど、まあ、一応保ってたかな。全国メンバー優勝なんで。じゃあ次は目隠し柔道対決で。そうですね。はい。目隠しさして、僕のお面かぶった日本代表選手出しますか。それじゃ変わってくるんで。じゃあ次は また違うハンデ戦で、そうですね、メンバーも入れ替えつつ、そうですね、やれればなと思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。またね。